ヤクの売人だ。今のお前は誰かに似てきた。そうだ、パガン。キラットの将来を考えてるからパガンと同じなの。あんたみたいな古い考えから脱しようとしてるだけよ。大事なのは歴史と文化と伝統だ。伝統？何それ、少女を嫁がせるっていうこと？それがパドラの将来だっていうの？あら、殴れば？ほら、あんたの本性を見せてあげなさいよ。お前の部下じゃない。次はヌーアだ。そこは意義なしよ。ヌーアも犠牲者だ。家族を人質に取られパガンに命令されてた。だがそのためにどれだけの人間が殺された？理由は関係ないわ。犯した罪の償いはすべき。ヌーアのことは俺が決める。だったらプラン B だ。Yeah!
キラットの民よ。私は皆の歓声に値する勝者と敗者を捧げてきた。その中において最も血に飢えた闘士たちを紹介する。今日もまた多くの血が流れることだろう。AJ、家族はどこ？残念だがヌア。いや嘘じゃない。ハガンは彼らを何年も前に殺してた。同情なんかいらない。家族を返してよ。残念だ。でもあんたはもう自由だ。自由？自由？何から？殺した人たちから？全ての罪から？皆に血の味を覚えさせた。あなたの血も私のも。これが欲しいんでしょ？私の血が。さあ、味わえ。味わうがいい、下劣な獣たちめ。これで自由ね。信仰を取り戻し始める。まあ中には変わらない奴もいるが。ヌーアの要塞ラガタワダに関する確かな情報を掴んだぜ兄弟。ヌーアが死んだことで防御が手薄になってるんだ。攻撃を仕掛けてゴールデンパスのために要塞を確保しようぜ。